さんから被害を受けたとということでね、まあ、今回一体どのような被害を受けたのかじゃあちょっとねあの説明の方をお願いいたします、はい、今月の、はい、えと20日に、えー、ティファニー、えー、表参道店で発売する、えーうん、ティファニーとポケモンの、えー、コラボ商品限定商品のために前日からちょっと並んでいたんですけどもで一番最初に僕たちより1人だけ、えー、と並んでる方がいましてその方が、えー、と話を聞くとあの。 ヒカル軍団のイクミンという方、はい、このコラボ商品で何時に発売されるんですかえっと11月20日の、えっとはい、10時か11時に、えっと、発売する予定だったんですけどそれが欲しいために19日のえっと、うん、お昼過ぎの3時ぐらいから並んで待っていたんですけど。ってことはじゃあヒカル軍団のイクミンさんは15時よりも前に並んでたってこと <laughs> はい並んでました <laughs> マジでこれってティファニーとポケモンコラボ商品ってこれいくらっすか僕たちが欲しかったのは、はいえー、税込みで150万円ぐらいのゴール<え>ゴールドのピカチュウのネックレスですよねなんかめっちゃ高いんだけど商品が僕たちが並んでいたら、えー、イクミンさんのところにえっ、ー、とマネーの虎ラの桑田さんヒカルさんと、うん、桑田さんのまあ軍団のスタッフが二人えっ、ー、と前に ポットできて横入りみたいなのしてるってことですかね。そうですね。と前日の夕方から夜の間にそういうのがあって発売日当日の朝ぐらいにロケマサさんが来て三人になって。<laughs> ちょっと、ね、朝朝になると、えーはい、光る軍団の <laughs> ロケマサさんが来て。ロケマサが来て三人になったってこと？前が。あ、そうです三人になって。すごいね普通に。そう。 やばくね普通にまあ9時ぐらいですかね9時とかぐらいになったらる、はい、さんとかえさんとかも来たんだあと僕は昔から入江さんの3人が割り込みして計6人になったってことあと4人ぐらい名前分かんない方がいて<っ>プラスあと名前が分からない4人が割り込みして、はい、前に計10人ってことこれどう,ど,うどうなるんだろうと思ってはい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 、はい、で でじゃあこれから発売しますってなった時に発売開始になった後、はい、ティファニーの店長が来て、はい、あの前のグループでそのピカチュウのゴールドのネックレスはあの完売ですみたいなことを言い始めて<え>4つしか,なんか当日販売する予定がなかったらしいんですけど終わっちゃいましたみたいなアナウンスが流れて僕たちと後ろに並んでる大体230人ぐらい並んでました。 いや、それはないだろうと、あの騒動になって。<laughs> え、なに、なに、乱大乱闘始まったんだ。<laughs> 乱闘ではないんですけども、みんなで口論というか。ええー、まあ、クミンしか並んでなかったやん、えー、みたいな感じになって、ヒカル君だと口論になったってことね。はい、でも光さんは、あの、うん、一言も喋らず、だんまりで、ずっと、こう、僕たちの顔を見ずに。うん、<laughs> あの、そこを向いてたんですけど。うわ、うわ、嫌なやつだな、あいつのそのイリエさんという方が、ティファニーの言うことを。 まあ俺たちは聞くけどティファニーがそういう判断だから全部買うみたいなことを言われて僕たちはティファニーに「それはおかしいだろ」って言ってなんかそしたら裏でこうその入江さんとティファニーの店長が二人きりでなんか話をしてるんです裏で「いや話あるんだったらみんなの前で言ってください」って言ってこう引っ張ったりしてたんですけどもう騒動がもう収まらなくてで僕たちも引けないんですよ前日にそのと仲間と交代交代で順番待ってたんで,でそうなったらえっと30分ぐらい講義が。 えー、止まらなくて <laughs> 朝っぱらからティファニーの店舗前で30分抗議してるんだ大 <laughs> の大人たちがもうはいもう「おはよ、い、すぎ」ってなっててどうなったの入江さんから「俺たちは2個でいいから、うん、なんか残りの2個は後ろに割り振るからもうそれでいいでしょう」みたいなこと言われてはあはあ交渉してきたんだそれでいいだろうみたいなこと言われてそもそもイクミンしか並んでなかったのにその、うん、桑田さんのスタッフ の方が前日の夜に割り込みしていて、その分はだから買うっていうことですよね。だから一二個、光るさんと桑田さんの分を確保して僕たち、えー、で三 三人目で僕たちは、えっと、3人目 4, 4人目だからそのゴールド残り2個あるから僕たちで2個買うこともできたんですけど、うん、あの後ろの方があの、うん、ご夫婦の方で、えっと、ご夫婦でこう交代交代で、えっと、並んでいる方で、うん、僕たちはもう譲りますとだ<え>からそもそも光る側が買えるのって最初に1人並んでるんだから1個しか買えないはずなのに2個買うことはでもティファニーが OK なんだそれそう なってました、ね、なんかもう空気的にこれ通っちゃうとねでお後ろのご夫婦に1個あの 1>、うん、購入できるようにしてで1個変えて後ろの方も1個変えてっていう感じで終わったは終わったんですけど、うん、ゴールドの靴を履いてるのが多分ヒカルさんです、ね、ああはい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 口論になってる時の動画ないんですか <laughs> こんなとこで大の大人さん <laughs> 戦っての <laughs> 俺のピカチュウだーとか言ってうるせえ俺のピカチュウだーって <laughs> ティファニーのピカチュウは俺のだーって <laughs> みんなでやってましたね <laughs> やばすぎる。え、で、君たちは転売屋ではない転売屋じゃないです。1個も売ってないんで。えな、なんで買ったのこれは。じゃあ。あ、僕、ポケモン大好きで、ティファニーのやつは欲しいと思って購入したんですよ。ポケモン大好きなのあ、もちろん、もちろんです。えー、じゃマリルリのタイプはえー、水とフェアリー。やるやん。 <laughs> <laughs> やるやんこれ庭科だとみんな水って答えるんですよ <laughs>、うん、これは分かってるようだな割り込みはどんな理由があれダメなような気がだってこれ許しちゃうとマジで並べないもう崩壊するよねシステムが光るさ、はい、んこれやめてくださいよ <laughs> 本当でにもうこういういややめてくださいよじゃないですあのこちらの方がですね、はい、11月20日のはいえーはい、ティファニー <laughs> ちょ,ちょないこれ半切れこれ <laughs>、はい これ言言っってていいいですか言い分があ僕らあの実は60時間前から並んでるんですよ動画も撮っててそれでその時にティ、うんうん、ファニーの人がその1日ぐらい並んだ時に紙くれたんですよもう「戦闘」っていう証明をあげます、うん、その時僕ら4人ぐらいいたんですよねで戦闘の証明の紙もらった後ででも一応並んでた方がいいかなと思って並んでたんですよ60時間前に並んでいた <laughs> あこれあの証明あります実際あ,あはいはいなんかその動画を撮ってるってことですよねその4人の権利持ってたんですけどさすがになんかこうおかしいじゃないかってなって、うん、僕らは譲歩して権利を2人分の2つで譲ったのは譲ってるんですよ4人は並んでて4人は購入するチケットを、はい、まあもらっていたティファニー側からでその2枚をさすがにちょっとトラブったから、えー、後ろの人にあげたとはい、はい、え紙ってもらったんですかちなみにいえチケットは僕は見たこともないですね川さん まあもうないでもそれ手元にねもういやもう返したんじゃないそれでも紙もらったっていう音声は取ってるんですよまあそれぐらいっすねその,その証拠があるとしたらちなみにこれ4人じゃなくて10人割り込んでたみたいですけどあいや割り込むじゃなくて単純にまあ、うん、並んでるというよりもまあそこに、まあ、現場にいてで結局ひ人人から、まあ、整列するんでまあ下がってさんたちが2個買うってな,なって多分下がったっていう感じだと思います で,それまでは並んででででたってことすすかそうですねでもそれだったらもう別にヒカルが悪いっていうよりもティファニーが悪いような感じするけどねあれっすよねこれ転売屋っすよねこの人って <laughs> いやいや転売屋じゃないですよ、<や>転売屋じゃないですよ僕一つも売,売らずに<あ>普通に持ってますよ今でも,ルルも,もうほとんど転売屋のグループっすよねだって明らかに明らかにまってでもそれを言ったらヒカルさんのグループの方が転売屋っぽいっすよ正直見た目で言うならうん、うん、いやでも僕らも全部つけてますもん本当にいやモラル的に怒ってるってことですよね だからは法的も法律違反ではないからな。いや,いや要は当日にそれ納得したじゃないですかでそれを今更また言うんってあの時言ってくれればよかったってなりませんだってあの時一回もめてで収まって結局じゃあ2つで購入とかいいってなってそこで一回まあ和解みたいになあったじゃないですか今またここで掘り返す意味があるのかって気になるんですよ僕は。 なぜ大衆を味方につけて、これこれさん味方につけて、ここでやるのかがわかんないんですよ。これってやっ言いたいのがこれこれさん関係ないじゃないですか。この話は実際でも。だから。これこれさんが、その、なぜここの駐車に入るのかっていう意味もわかんないんですよ。僕は。いや、かん、それよく言うんですけど、相談者として、この人が来てるんだから、はい、そこで僕関係性生まれますよね。はい、いや、相談って言っても、ほんまに出したら、全部の事件、これこれさんに担当するんですか。じゃあ。いやいや、僕のところに来たのは、あの、今までもう、はい、だって、こんなもう三四年ぐらいずっとやってますからね。それで言うと。 いやだからそれでったらでも何でこんな切れての,の意味がわからないんだけどいや切れてんじゃなくて,てモラルで言うとどう考えても光さん側が悪いですよ、ね、だってあの割り込みしてるのは事実じゃないですかそもそも一人が、はい、例えば並んでてじゃあ誰かが別で、はい、あの交代でやるとかだったらわかるんですけどそうじゃなくて、はい、なんか時間が経ったら人がどんどん増えていくっていうのはモラル的にはありえないですよね な,な,んなんでそれを逆ギレしてるのか意味がわからないんだけど割り込みじゃないんですよ本当とにえじゃああの時に説明すればよかったですよね、はい、紙があるんですよねっていう僕たちに言って見せてくればよかったですよねそれもなかったじゃないですかヒカルさんの割り込みじゃないって言ってるけど10人並んでる時点で割り込みだと思われても仕方がないですよで割り込みの逆ギレなのマジで意味がわかんないんだけど僕は普通に正直全然悪いことをしたという認識じゃないんですよ僕たちもそんなに別にルール違反をしたっていうつもりもほんとなくていやいやそれはないわルーその、はい モラルで言うなら違反はしてるでしょ。違反っていうかそのそこに反してるでしょ。えじゃあひかるさんが例えば並んでて前の人が一人だったのに時間が経つにつれて10人並んでたらどう思います？いや動画回して文句言いますよね。思いますかってあれでもえだから普通にありえないでしょうっていつもだって言うでしょひかるさん動画回してありえないでこいつさ最初一人しか並んでなかったのに時間が経ったら10人に増えたでそのなんかその10人がその見えたのは確かに、うん、まあまあ傍から見たらまあ僕たちもまあ自分たちのと考えだったかったのかっていうのは。 思います実際それは本当に僕たちの落ち度だと思いますそれは申し訳ないですでもなんかこう別に10人が並んでるっていう認識じゃ本当いなかったんですたそう見えたんだったら本当にそれは申し訳ないんですけど実際僕たち10人分も買ってないですしもめた時にチケットなんで見せなかったのかっていうのを気になるけど、うん、それを見せっていいか分かんなかったですよねだからそのあんまりそれが OK なのかどうかがその、うん、言ったら1人1個まで買いますっていうのも説明はないしだから もう正直それは分かかんなかったです並んだらどれが買えるとかっていうのなかったんで、うん、だからもうティファニーの人が言う通りにするのが一番っていうのが僕たちの考えだったんですよだから言う通りにしてたって感じなんですよ、うん、そこで変に僕たちがごねっても結局ティファニーの人が、うん、いやそれじゃないって言ったらそうなるじゃないですか実際はでも明らかにこれトラブルになりそうだなと思ったんで まあ権利を譲ったったていう感じですねわかりましたよでもそれ4人で並んでた時の話であって、はい、だ今回4人以上がそもそもいる意味がよくわからないですけど、はい、いや普通に撮影とかもしてたんで、まあ、ガヤがいたみたいな感じの認識なんですかね、どっちかって言ったら、まあ並んでるように見えてしまったら申し訳ないですね、それに関しては。まあそれはでも思っちゃいますよね、はい、なんかどんどん人が増えていったら、はいねうん。正直言うと、ティファニー表参道店の営業部長とお話ししてきたんですよ。お<う>で、普通に謝罪されましたあの、申し訳ございませんでしたと。<laughs> ティファニーからの謝罪はあったんですけど、はい、まあヒカルさんとは僕、別にコンタクトも取れないし、どうしたらヒカルさんにちょっと一言もし謝罪してもらえるかなって言ったら、僕、結構これこれさんしか思いつかなくて。はい、ああ、なるほど。はい。それった僕もまあ配慮がなかったのは本当に申し訳なかったです。多分めちゃくちゃたくさん落ち度あると思うんで。わかかかかかりりまましししたたありがととうございいいすすすさんんもしかして今日最初から機嫌悪かったでで <laughs> や全然そななことないですよ本当に <laughs> いやいやいや、なんかいつもと違うけどな。はい 別に僕の中では怒ってる感じないんですけど <laughs>、うん、まあちょっと普通に生放送で自分の中でも盛り上がってたんで単純に早くなっただけで別に全然そんなつもりないです本当に <laughs> 本当ですかまあまあ、まあ、それない本当にないです本当にまあじゃあ今後は割り込みみたいなことはしないようにっていうぐらいですねまあそうですねちょっとほんと気をつけますそこに関してはヒカルさんもありがとうございましたわざわざ対応、はい、すみませんありがとうございましたはい、はい、どうもです、はい、ありがとうございます。 <laughs> いやいや、りてふされてるようにしか聞こえないけど、これ大丈夫いや、しかし、ヒカルの信者はやっぱりやばいな,な。ヒカル悪くないって言ってるのやばくない普通に。ちょびっくりしたわ。面白いね、これね。この件でね、じゃあヒカルさん悪くないという主張がね、完全論破できるんだったら、マジで電話かけてきてほしい。いや、でもただ、俺が言いたいのは、ティファニー側のシステムがゴミすぎるわ。それはそう。ティファニーとヒカルが悪い。 私はヒカルさんは悪くないと思うんですけれども、なぜなら、ティファニーのような、まあ、ハイブランドって、結構お客様を選ぶと思うんですよ。うん、で、うん、まあ個数も何個とかっていうのも最初から発表してないし、1>, うん、1人が1個しか買えないとかっていうルールを明確に示してたわけでもないじゃないですか。うん、でも、その後人が、まあ、合流したからといって、10人全員が10個買うっていうわけじゃなかったわけだし。うん 買う買わないの問題じゃないんですよね。正直いやいやいやだって別に十人全員が買うわけじゃないんだから別それはじゃ誰がわかるのそれ誰がわかる誰がわかります誰もわからないですよだからじゃあなたが並んでますよ今列にで前に一人だけいましたで後から十人入ってきましたその十人が買うって思いこ思いますよねあ思うけど思いますよねだからそういうことなんですよだから今回僕に相談してきた人もそう思ったわけですよだからその十人が買うか買わないかは 分かかららないわけですすよこっちからするとだから思うわけですよ。はいはい割り込んできたこいつは彼女が。うそうだから割り込むなっていう話をしてるんですよ。はいはいはい、でもディズニーとかで並んでても、うん、なんか最初にお父さんだけが並んでて後から追加で家族来たりするけどそんなことでいちいち怒ったりしませんけどね。それがだめな時は並んでる途中にあのお店の人とかが全員揃った状態で並んでくださいねとかっていう説明があってそれでも来たら怒りますけど別にそうじゃなかったら。 うん、怒らないしそれに本当に買いたかったら前もって何個入ってくるんですかとか聞いて、うん、でもそれは当日にならないとわからないって言われたらあじゃあ買えるかどうかわからないんだとてうことが何個、ね、並んでるってでもそれ入れるよね<う>ディズニーはね100入れるじゃないですか、うん、日本人って、まあ、フランスとか行って例えばビトン買いたいってなっても、うん、在庫あってもなんか人に選んで出してくれなかったりするじゃないですか。 なんかそういうのって結構あるから売る人を選ぶっていうのもなんか結構常識的にあるっていうかだから今回のことでそのお店側がそうやってそういう明確なルールをみんなに対して平等に出してるわけでもないんだから別になんかそれルールを。 破ってヒカルさんたちが買ったわけでもないわけだし何が悪いんだろうって感じなんですけど割り込みをしてるだろうっていう話なんですけど割り込みじゃないじゃないですかでも整理券もらってたんだから整理券四枚でしょもらってたってでも他の人がついてきたとしてもでも四枠の分しか買わなかったわけですよねそれは第三者が見てわからないでしょって話をしてるだから揉めたんでしょわかんないけどでも結局分かったわけじゃないですかだからそれは揉めたから分かったわけそのそれはもう時すでに遅しなんですよ分かった 後はだってもう購入してる後でしょそれは分かったってじゃあ今回揉めてなくてそのまんま見過ごしてたらじゃあ4つ分取られて終わりだったわけじゃないですか,か今回揉めたから22になっただけの話だって本来は全部取られてたって話ですよでも取られてたとしてもうん それは悪,別に悪くなくなないですか悪いの基準の話ですよね、法律違反かっていうと、別にそうじゃないけど、モラル的には悪いでしょって話をして、ね、これがまかり通っちゃうと、ね、今後、じゃあ、前日に並んで購入できない人がどんどん増えますよ、不正に購入する人が増えるって話、これをよしとすると。だって、前に1人しか並んでないのに、急に10人に変化したらやばいでしょ。だから、もし悪いとしたら、ティファニーなんじゃないですか。 いいや違いますティファニーと光が「光軍団が悪い」です。えー、そうかなまあだから一回自分がやられたらわかるよじゃあ。<笑><笑>じゃあね自分が同じね<や>並んだことあります前日とかにありますよ。ありますよ。福袋とか,袋とかだったら、はい、じゃああなたの前に一人しか並んでなくて私は確実に2番目だから買えると思ってたら前にね20人ぐらい並んで売り切れましたって言われたら文句言わずそのまま帰んの君。 そしたらお店の人に言いますよ同じじゃないですか,おか今回お,なお店の人にも言ったし誰ンも言ったんでこの人たちはでもお店の人に言ってそれでお店の人に謝られて、うん、でさらにあの枠ももらったのにこれこれ3人いてって言ってこんな炎上させるのもひどいなって思いますけどああいちいち僕に言って炎上させるのが気に食わないってことでもそれマジで死んじゃうんです、ねええ、じゃあねだあなたのパー100%ね譲ると4人は OK って言われてるだけで <laughs> <ー>じゃ残りの6人は何なの だからついてきただけだって言ってたじゃないですか。ついてくる並んでるとこについてくるな。<laughs> えでもなんかそれって別にただそこにいただけで、だからそれはっだからこっち側は分からんだろうって話をしてるんだけど。でも結果ついてきただけなんだから悪くないじゃんって話です。今。だやだから悪いんだって、そもそも並んでるのが悪いの。ねなんか全然そっちの方がなんか論点がずれてる気がします。 割り込みをしてることに対して僕はずっと言ってるんだけど論点を変えてるのはあなたですよねなんかティファニーはフランスのねんてないとかねなんかそういうねことを言って関係ない <laughs> その話の方が全く関係ないじゃん。 でもなんかその例えばご飯とか食べに行ったとしても、うん、例えばそうお子さんだけがいてあとから家族が来る場合とかもあるからご飯の場合は何人で<の>えと事前に並んでるんだって書きますよね、紙仮がなんかファミレスとかだと書きますよね、何名分で。でも もあれば書かないところもあ書かなかったらうう例えばじゃ一人で並んでてカウンターの席が空いたから通されるところを4人だったら「まあ、も待ってくださいね」って言って後ろになりますよねでもだからそのご飯の例えばまず間違ってるんですけどいや全然そうじゃないと思いますけど、えー、意味が分かんないんいや人分の席が空いたから通されるわけじゃないですかでもその時に割り込みでその一人並んでた連れの4人とか今回で言うと10人が来たらお店通せれないんですよねそもそも。 10人分の席がななないいいかから通せないじゃないですかだからあなたの例は間違ってるって言ってないですよじゃあご飯じゃなかったとしてじゃあ例えば別にケーキとかでもいいですよ。 買う <laughs> と全員が揃ってから並んでくださいねってルールが最初にある,じ <laughs> ある状態で誰かが帰ってきたらそれはずるいってなると思うけど違うってだから割り込みしてるのがおかしいって話をしてるんですよ全員が揃ってる揃ってないのがどうでもよくて最初一人並んでてどんどん人が増えてったらおかしいでしょって <laughs> なんでそんな当たり前のことが分かんないの 当たり前かどうかは分からないですよ、だってそ,<え>そういうルールがあるのとないのとって普通のことですから、だってそういうのもあるもん、普通に。こういうポケモンのコラボ商品で、あの1人だけ並んない後から10人追加 OK って聞いたことがないんですよ、本当にあるんですか、そんなの。 ポケモンのコラボ商品でそれがあるかは分からないけど、でも、いや多分これ系ないと思いますよ。そんなことしたら、<お>多分大問題になりますよ。絶対ないですよ。なんで今あるって断言しちゃったんですか絶対ないです。え、だって普通にそあの並ぶシステムのものでもそういうのありますよいやそれは別の会話、ね、別のシステムのことを言ってるでしょ。だから今、ご飯屋とか行って、ご飯屋とは全然違うじゃん。ね、なんか今、そばの話をしてるので、一人でずっとうどんの話してるみたいな。分かります分かんないですよ。で、ね、だかからそのなんていうのかなし ちゃんとね理解した方がいいよ、こうやって前日に並ぶというものがどういうものなのかっていう。え理解したこともありますね。だから理解してないから、間違った例出しちゃうんでしょ <laughs> でも私、福袋並んだ時もそうだったんですけど、あの私の前に並んでた人、夫婦、うん、あの最初一人しかいなくって、うん、その後、うん、あの時間が経ってきたら、その後もう一人、うん、奥さんとかが来て、交流して二人とかになったりとかしましたけど、うん、そんなこといちいち怒ったことないですけど。 それはあなたが怒ったことがないだけでう不快に思う人はいるわけですよ。その自分が怒らないから他の人が怒らないの当たり前みたいななんなのやばくないか。当たり前ってそんなこと言ってないけど、もか今回のやつって別にそうやってすごいルールが決められてるわけでもないし、それをすごいなんか光さんが悪いって言われるのが分かんないって言ってるだけで、うん、だかす。きごいって言われたから言った別に信者とかじゃないです、そして。 ちょっとまあ、うん、ダウトダウトだけどねそうですかねまあだから割り込みはするなって話をしてるんですよずっとね僕はなんかその例えばね、まあ、例えば切符買おうとして並んでんのに全然関係ないおじさんとかがなんか勝手に後ろから入ってきたとかだったら悪いって思いますけど。うん これでも後ろから勝手に入ってきてきますよ今の切符のじゃあ下りだったらじゃああなたがえと2番目に並んでるとしましょう、はい、切符をであ,あなたの前の人が買い終わったら急にあの割り込んできて 10, 10人になりましたと前が買う時間結構遅くなるけどそれはまあ許容範囲であると文句出ませんかって切符買う時に <laughs> まあなんかもうもう、まあ、文句 出ない。あんまりない。ないけど、あまあ確かに。あんまりないですね。わかりました。まあ、じゃ、あ大丈夫です。<laughs> でも,もう話としては。一人が買ってて、もう一人の人が途中できて、追加で買ってるとかっていうのも結構。あることだけど、うん、それに対して、怒ったことはないです。別に。ただ、なるほど全然、そこに一人もいなくて。 いないのに全く関係ない人がいきなり入ってきたらはってなりますけど全く関係ない人が入ってきたらってあの今回相談してきた人からすると<え>これ全員全く関係ない人なんですよ光さんの身内ではあるけどこっちからすると全員関係ない人が入ってきてるんですよね、はいはい、全く関係ない人ですよね全く関係ないって自分から見て全く関係ないって意味じゃなくて うん、その自分より前に並んでる一人の人がいて、うん、その人の関係者だったら別になあじゃあ関係者が100人いたら100人 OK ってことでもそれ、まあ、そういうことじゃないですかだって10人って結構な人数だと思わないんですか ?10 人はまあ結構な人数だけどでも買っちゃいけないとかって決めるのはティファニーなわけなんだから,だから買っちゃいけないとか言ってないでしょ <laughs> 僕今言いました 割り込みが悪いって一貫としてるのに話をすり替えるももどんだけすり替えるの忍者やんや忍者<何>すり替えの術しすぎや黒堀<う>、うん、さんの言い方もすり替えだとは思いますけどねどこら辺が何の目的で並んでるかによってそれって変わってくるわけなんだから、うん、許せる気配だって変わるでしょって、うん、何の目的が今回だったら限定商品を買う目的なんじゃないのそうですだけどその場合は 並んだからって言って、うん、その限定商品を並んだ人全員が買えると、もう最初から言われてないわけなんだから、だから、買える,る、買え,る買えないじゃいんくて、言ったら分かるかな、買える、買えないじゃないんですよね。商品が手に入る、入らないじゃなくて、並んでる状態で割り込みをするのがだめだって言ってるんですよ。だから、並んでる状態で割り込みをするのっていうのは、悪いことだとは思うけど、うんうん、何を 割り込みっていうことだけを聞いたらね、だけど、僕はそこしかか言っってないんですよねさきらだけど、自分より先に並んでる人がいて、その人の仲間が来る分には、許せる内容もあるよねって話をしてるんですよああ、はいはいはい、許せる内容がある。で、あなたの許せる範囲としては、1人か2人だったら許せるってことですか、それとも10人は許せる。別にだからそれが、だって、それをちょ今、あなたは許せる範囲があるって言ってたんで、じゃあ、許せる範囲はどれくらいか教えてもらっていいですか。話は 1>, 1人、2>, 別に1人でも2人、でも10人、でもじゃあ100人はどうですかじゃあ何人だったら許せませんかだからそれは並んでる目的によりますじゃあ、並んでる目的でじゃあ今回のケースです。今回のケースだったらあなたはじゃあ何人まで許せますか今回のケースは何人までかはいえ。だからそれはいや、もう話すり替えないでください。今回のケースだと何人まで許せます数字で答えてください。 数字で別に何人でもいいですけど。百人でもいいんですか何人でもいいっていうのは。百人ってありえないと思うけど、じゃあ、どうぞ。 じゃあおかしいわじゃあおかしいわ <laughs> だってやだってもうクもない100人割り込みされたら普通に誰だって怒るでもあなたは怒らないじゃあ怒らない人なんだから話してもしょうがないじゃないですかなんか全然極論すぎてするしこれからはもう何としてでも悪いっていう言違う方は<由>何としてでもじゃないもうそれがね<は>信者のなんだて悪いことは悪いって俺言ってるだけなんだよ <laughs> <laughs> まずな,なのに悪くないって言ってる人が信者の何としてでも悪くないって言ってるのはあなたなんですよ。わかります何としてもやってるのは。冷静に考えて結果的に見て悪くないじゃないですかって。<laughs> いやいやいや、もうしかも先ほどね、じゃあヒカルさんは悪くないけど謝ったんですか <laughs> だからもうめんどくさいからでしょしそういうい感じはいはいもうすみませんでしたって言ったってことね <laughs> なるほどわかりました、まあ、じゃあね100人割り込まれても大丈夫ということでね、まあ、お話はね <laughs> <の>受けたまりました、えー、ちょっとお菓子釣れてると思いますよそう,いう言ってるあなたもんだってあなた今許容範囲100人割り込んでも OK って自分で言ってましたよ だってこの今回の場合はって聞かれたからね100人売ってるわけじゃないんだから怒ることじゃないじゃんってわ最初からわれ、ね、それがおかしいんですよねまあまあまあいいですわかりました分かりました両替です <laughs> はい両替ですまあちょっとアーカイブ見てね <laughs> <あ>あの恥ずかしい姿見てください全然大丈夫ですはいはい,はい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 ねもうちょっとこじらせてるねばあさんだということでね いいですよもうこんないじめてもしょうがないんでねこの人ちなみにディズニーは公式で割り込み禁止だと言ってましたさっきのババアにお伝えくださいおおババアさっきのババアディズニーは割り込み禁止だそうだぞおおババア <laughs> まあだからいかあのおばさんはまじであの断るごとに割り込みされてほしい本当にに何でもいいからアメヤンで並んでてさねえ 自分の番がもうすぐ来そうな時に前の人が10人か20人やってでその日のもうラーメン出すこそなくなりましたって言われてラーメン食えなくなっても怒んないで帰ってほしいとぼとぼと。もうそういうことだからね。 え、そうだしやが、この度は不快な思いをさせてしまい、すみませんでした。僕たちの対応に確実に落ち度があったので、それは本当に申し訳なかったです。それと、生放送でも最初は良くない態度で、天板やなど言っていったんぶれも、失礼でした。えー、すみませんでした。小床さんにも気にてると思われるようなヒートアップしたような反応してしまって、本当に申し訳なかったやで。リッスは変えてしました。汚い大人やで。ということらしい。ほんま、汚い大人やで。